6月4日から10日までは歯と口の健康週間です。これに合わせて今回は北佐久歯科医師会のご協力により特別番組をお送りしていきます。北佐久歯科医師会木村宗男先生、よろしくお願いします。よろしくお願いします。これまで4回にわたり歯科検診やブラッシング指導、クリーニングなどを体験させていただきました。その中で感じたのが歯科衛生士さんの役割がとっても大きいということです。今回は歯科衛生士さんのお仕事について教えてください。はい、我々のね、歯科治療の中で、歯科衛生士の仕事っていうのはとっても大切で、なくてはならない存在なんですね。はい、なかなかあの歯科衛生士っていうお仕事の内容とか一般の方は分かってらっしゃらない方も多いかと思うんですね。はい、そんな中で最近はちょっと歯科衛生士になりたいっていうね、方が減っているという話も聞いています。はい、特にこの東信地方っていうんですね、この辺。で、上田に衛生士の専門学校があるんですけれども、今年度はちょっと定員に満たなかったなんていうお話も聞いているんですね。はい、ですからこういう機会に、ぜひちょっと歯科衛生士はどんな仕事をするのかとかね、そんなことを知っていただくいい機会になればと思っています。はいはい、吉野さん、歯科衛生士ってどんな仕事をしてるかって分かります？そうですね、衛生っていう名前がついているので歯をきれいにするお仕事というイメージがあります。はい、一般の方だとね、はい、看護師さん、それがね、衛生士、それから歯科医には歯科助手っていう、職種もあるんですけども、はい、なかなか区別つきづらいかもしれないですね。歯科衛生士っていうのは国家資格で、歯科衛生士学校で専門の、授業を3年間受けて、それで、やっと国家試験を受ける資格が得られるんですね。で、国家試験に合格した、人だけが、歯科衛生士として活躍できるということなんです。で、当然、その資格がないとできないことっていうのがあって、実際に患者さんの口の中で、歯石を取ったりとかね、そういう、処置ができるのは歯科衛生士だけなんですよね。ああ、そうなんですね。はい、歯科医にはその治療の補助だけ、あるいは周りの準備だとかね、そういうことを専門にやる方々、歯科助手としてね、歯科助手、関わってる方もいますので、はい、なかなか区別は難しいんですけれども、はい、ブラッシング指導、もそうです、専門的な知識があって、患者さんに対して衛生面の、サポートができるのは歯科衛生士だけということになっています。とても重要でやりがいがあるお仕事なんですね。はい、はい、それでは具体的にね、歯科衛生士の仕事を説明すると、はい、普段の診療の中で一番多いのは我々がする治療に対する補助ですよね。補助、はい、バキュームなんてね、はい、唾液を吸ったりとか、はい、あるいはいろんな器具の受け渡しですとか、用意したりとかって、そういう、サポート一般を、当然、やってもらうんですけれども、はい、さらに重要なのは歯科予防処置としてですね、うちのスタッフなんかはそれぞれ担当の患者さんも、持ってたりするんですけれども、はい、歯周病の定期的なケアだとか、そういったことで、ブラッシング指導をはじめとしてですね、はい、もちろん歯石を取ったりとか、そういう、全般の処置を担って、行っていくという大事な仕事があります。はい、さらにはですね、その歯科保険指導ということで、単純に歯ブラシだけではなくてですね、食事の内容ですとか、栄養の内容ですとかね、そういったことを全般に関して、専門的な知識を持って、患者さんに指導するという、はい、大事な仕事もあります。
まあ、大きく言わせてもらえば、口腔ケア、患者さんの口腔ケアを、患者さんと一緒になって、担っていくと、そういう仕事と思ってもらうとイメージしやすいかと思います。それでは歯科衛生士の小山さんにお話を伺っていきます。まずは衛生士になられたきっかけを教えてください。はい、まず人の役に立つ仕事がしたかったのと、衛生士はやりがいを感じれるお仕事というところに惹かれて衛生士を目指しました。そうなんですね。はい、実際にどんなところにやりがいを感じますか？そうですね、クリーニングの後に患者さんからさっぱりした、気持ちよかったなどと言ってもらえるととても嬉しいです。大変なことはありますか？そうですね、治療の中で患者さんと信頼関係を築くことですかね。そうなんですね。はい、それでは最後にこれから衛生士を目指す皆さんにメッセージをお願いします。衛生士というお仕事はとてもやりがいを感じられ、毎日楽しく働くことができます。一人でも多くの方が衛生士を目指してくれたら嬉しいです。今小山さんからもお話を伺いましたが、これから進路を考える高校生の皆さんにも選択肢の一つとして歯科衛生士のお仕事を考えていただきたいですね。はい、今どこの医院でも衛生士が足りないという声を結構聞きます。不足していますし、もともと歯科衛生士は就職率 100% と言われている仕事ですよね。それからまたこれから一生の、ライフプランを考える上でもですね、子育てをしながらとか、また復職ができるとかね、いろんなメリットがありますので、なかなか歯科衛生士っていう仕事を分かってない方も多いかと思いますので、こういう機会にね、はい、ぜひ検討してもらえればありがたいかなと思います。はいはい、長く続けていけるお仕事ということで、ぜひ皆さんにも考えていただきたいですね。そうですね。はい、今年は歯と口の健康週間に合わせて実体験も交えながら様々なことを教えていただきました。最後に市民の皆さんにメッセージをお願いします。はい、毎年やってる企画ですが、この、6月の健康歯と口の健康週間ですね、この機会に毎年お話ししてますが、お口の中の健康について、ぜひ考えていただいてですね、なかなか検診に行かれない方も多いかと思います。特にコロナもあってですね、検診を控えているというような方もいるかもしれませんけれども、これはやっぱり口の中の健康を保つことがコロナの予防にもつながりますので、ぜひ安心して、かかりつけの先生のところにですね、通っていただければありがたいなと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。皆さんもこの機会にぜひご自身の歯と口の健康について考えてみてくださいね。木村先生、ありがとうございました。ありがとうございました。